はいどうも、合格先進教師のりょうたです。今日はですね、ジョージア移住の闇リスクについてということでお話していきたいと思います。先日こちらに住む友人の方からですね、なんかもともとこちらでビジネスをやってる人とか、長期で住んでる人が出してるジョージアの、いわゆるキラキラ系の情報、ジョージアってヨーロッパにこんなに格安で住めて、こんなにいい国ですよっていう情報を出している人たちと、たまたまバックパッカーの旅行の途中にですね、ロックダウンにあっちゃって、このジョージアでロックダウンにあって、本当にジョージアってインフルエンサーの人たちが出しているような、そんなにいい国なのっていうような感じの情報を出している人たちで、バトってるじゃないですけども、若干そういう風になってるっていうのを聞いて、僕もチェックしてみたんですが、なんかそこで書かれてる内容がどうも自分的にはなんか納得できないというか、本当の意味でのジョージアに住むリスクとか、危険性ってこういうことなんじゃないのっていうのは、なんか僕的に思ったものと違ったものなので、こうやって YouTube を撮らせてもらいました。でこういうですね、発信している情報を精査するときに、やはりその人がどういうバックグラウンドなのかっていうのを見るっていうのがすごく僕的には大事だと思っています。有名な言葉に、小屋に髪を切って良いか尋ねてはいけないという言葉があるんですけども、例えばそのいいですよっていう情報を出している人たちが、日本人を対象にしたビジネスをやっている人だったら、ちょっとそういうところもあるのかなっていう冷静な目も必要でしょうし、逆にバックパッカーで数日とか数ヶ月しかいないような人だったら、この人そんなにジョージアのこと分かんないじゃんっていうふうに考えることもできると思います。なのでですね、僕自分で今鍼灸院やってるんですけども、ほとんどのお客さんジョージア人ですし、この YouTube 見てないので何も忖度する必要のないマンとして、ちょっと正確な情報というか自分が思う情報を発信したいなというふうに思います。そのジョージアに対するいい情報悪い情報っていうのは、よくネットにいっぱいありますが、僕も実際ジョージアに住むんじゃなかった、その前に知ってほしいことっていう YouTube を出してますんで、いろいろ出てますが、なんか大事なのは、自分と正反対のような意見を言ってる人でも、これは違うだろうっていうような否定をするっていうのは、なんか違うかなっていうふうに思っていて、なんか僕だったらそういうふうに、読ませてもらった記事とかはまさにそうなんですけども、そういうふうに言ってる、ネガティブなところもあるよね、ジョージア住むってネガティブなところもあるよねって思いながらも、そういう意見もあるよなぐらいにしか別に感じないんですね。それこそジョージアに対して、こういうネガティブなところもあるよっていう情報を発信してる人は、バックパッカーなので、そういうバックパッカーの人がする旅って、言ってしまえばちょっと安い宿に泊まって、で現地の人となんか絡んだりとかして、それがザ・旅だっていう風に思うし、それが楽しいから、それを続けてると思うんですね。ただ旅といっても、なんか OL が長期の休みに行くようなシンガポールとかに行って、マリナサンベイズのところから綺麗な夜景見ながらカクテル飲むとか、別にこれも別に普通に旅じゃないですか。どっちも別に旅なんですよ。なんかどっちがディープだから正しいとか、どっちが現地にお金を落としてないから正しいとか、そういう問題じゃないと思うんですね。なので、なんかお互いがお互いを否定するっていうのはめちゃくちゃ不毛だなっていうふうにまず思うことが一つです。それはなぜそういうふうに思うかというと、やっぱり自分は豪華客船で働いていて、50カ国ぐらいですね、いろんな国籍の人と一緒に働いて、宗教も違うし、育ってきた文化も違うし、環境も違うしっていうことで、お互いはある程度尊重したりとか、ある程度の距離をそういうところは取り上げながら、やらないと本当に仕事ができなかったっていうのもあると思うんですけども、なんかそういう、多様性を認めるじゃないですけど、そういうことが、海外に出ていろんなものを吸収するっていうことの一番のメリットかなと思うので、もちろん語学とかね、文化について習うっていうのは大事なんですけども、いろんな人がいるけど、自分は自分だよねとか、いろんな人がいるっていろんな考えがあって、すごい尊重できるよねっていうふうに思えるようになることが、めちゃくちゃ僕的には大事なことかなというふうには思っています。めちゃくちゃ前置きが長くなってしまったんですが、ここからが本題で、僕が思うジョージア移住の闇リスクっていうことについては、一つ目に挙げられるのは、ジョージアの通貨ラリの信頼性ですね。このラリの信頼性がマジで低いんですね。ジョージア人もあまりラリを信じてないです。これはジョージアに住む日本人の方みんな分かっていただけると思うんですけども、大体の人が家賃を、アメリカドル US ドルで払っている人が大半だと思います。っていうのは、やっぱりラリっていうのはめちゃくちゃ変動が激しいんですね。実際今回コロナの事件が起こって、一時期ですね、ラリの価格が 20% 以上下落してしまったっていうことが発生したんですね。なので、例えばこっちで定期預金組むとか、こっちで僕みたいにローカルビジネスをやってラリで収入を得ようって思っている人にとっては、やはりラリの通貨の信頼性がめちゃくちゃ低いってことは頭に入れといた方がいいかなというふうに思います。結局お金って信頼なので、
結局誰も信じてないとその価値っていうのどん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 下がっていっちゃうんですね。やはりこちらの人のですねお金に対する信頼っていうのは30数年前にソ連が崩壊した時にやはりルーブル、ロシアルーブルの価値がバコーンというふうに下がってしまったその経験から結構そういうものに対して敏感になっているのかなっていうのを感じました。なぜ一時期 20% も下落したかというともう本当に連日のようにジョージアの銀行の前に大量の列ができてたんですね、コロナ期間中に。で多分その人たち、まあ、予想でしかないんですけどもおそらくラリーをドルに変えてたと思うんですね。なので、まあ、そういった状況からお金をあんまり信頼してない、自分の価値、通貨のラリーをあんまり信用してない、なので、ラリー建てで何かしたりだとかラリー建て、不動産とかですね何かビジネスをやろうと思っている人にとってやはりラリーの信頼が、とてつもなく低くて日本円みたいにむしろリスクヘッジとして取られる通貨としては真逆の位置にあるっていうことを頭に入れておいた方がいいかなというふうに思います。そして2つ目はですね、やっぱりロシアの脅威ですね。これは自分の前の動画でも話させてもらったんですけども実際にジョージアに来てみてでなんかヨーロッパより自分が思ってたヨーロッパの感じと違ったとかなんか本当のヨーロッパみたいに素敵な街並みじゃないじゃんみたいななんかそういうふうにがっかりするのがなんかジョージアの別にネガティブなことだと全然自分は思ってなくてむしろそういうのを調べられなくて来た人っていうのはちょっと情報弱者というか情報に疎い人なのかなっていうようなイメージがあるのでまあそういった意味ではあまり他の人が出してないこういう政治的な話を若干していきたいんですけども、まあ、これはかなりナイーブな話なんでねやっぱり僕もすることによってまあリスクはあるんですけどももし僕が言ってることが違ったりとかしたらぜひぜひコメント欄で教えてほしいんですが大前提として知っておいてほしいのがジョージアの若者は本当にロシアのことが嫌いな人が多いです。これはもう本当に僕のなんか数人のジョージア人の友達に聞いた話ではなくてもう大体の人がやっぱりロシアのことを嫌っています。それはなぜかというと2008年9年かなに起きた戦争によって 20% ジョージアの領土をロシアに取られたというような背景があるんですね。なので、まあ、本当に普通にいいっていうか、まあ、そんな政治の話とかも全然普通にしないジョージア人の普通の友達でも例えば Facebook のところに My country is 20% occupied by Russia っていうふうにコメントが書かれていたりだとかそういうような主張をしている人が本当にたくさんいます。今ジョージアは EU に入りたいということで、まあ、新 EU 新アメリカということでどん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 近づいてきてはいるんですがただですね、まあ、そのジョージアの政府の、まあ、結構大きい権力を握っている人はロシアで実業家として成功した人なので、まあ、ロシアとかなり親ロ政策を取ってるっていうのは大体の人国民の人は知ってるんですね。なので結構ガバメントに対するデモが起きたりだとかそういうようなことが結構起こってるっていうような状況なんですね。まあ、こういうのはあまりなかなか日本では想像しにくいと思うので例えば日本と北朝鮮の関係とかに置き換えて考えてもらってまあ、日本でも北朝鮮ね拉致被害者っていうのがもうほぼほぼいるのはほぼ 100% 事実でただそれを返してほしいときに、強硬策でいくのか、まあ、融和策でいくのかっていろんなやり方があるじゃないですか。まあ、ただ今の政府としてはどちらかといえば融和策を推しているっていうようなイメージなんですね。ただ若者としてはやはりその 20% 領土を自分の国を占領されてますからそんな生ぬるいことを言って通じる相手で通じる国ではないだろうということで今の政府に対しての不満があるっていうような状況なんですね。なので本当にかなり微妙な国際関係の中にある国ではあることは確かです。あとここからは自分の若干妄想というか、想像の範囲になってしまうんですけども、まあ、いわゆる国際政治というか国際状況というのは35年に1回ぐらい、変革があるというふうに言われていて、まあ、その35年ぐらい前に、ロシアが、ソ連が崩壊したんですけども、あと5年後ぐらいかな2025年がその年ぐらい35年後に当たるんですが、まあ、その年に何が起こるのかなと今の政治状況から想像できるものって言ったらやはり、アメリカと中国がこうバトることですですね。でもちろんですね、バトってもまあ戦争にはならなかったりだとか、まあ、今みたいなその、関税をかけるかけないとかそういった攻防に、ただとどまる可能性ももちろんありますしただですねもし何かそういう戦争みたいなことが起きたらですね自分の国では絶対やらないと思うんですね。なのでそういった意味では例えば中国とかロシアみたいな、まあ、旧共産圏社会主義がですね、まあ、今回のコロナのケースで結構うまくいったので、共産主義社会主義の国っていうのは、そこがですね見直されるような結果になって
まあ、今 AI とかねそういうものが発達してきて、例えば北京とかではもう全部プライバシーを切り売りする代わりに顔認証とかして、実際犯罪とかも減ってるっていう話なので、そういう意味で社会主義共産主義が見直されて、また冷戦の時みたいにこう世界が社会主義共産主義のマネタイズがうまくいったということで、まあ、二分してしまった場合ですね、まあ、その時に戦争になる戦地の一つの候補としてはジョージアっていうのは全然あるんじゃないかなっていうのが、まあ僕の個人的な意見ではあります。なのでまとめますと、通貨ジョージアの通貨ラリーが非常に弱いので、日本円を持っているような感覚でラリーを持っていると結構痛い目に遭う可能性があるっていうのが一つと、もう一つは国際情勢ですね。ロシアとの関係が本当に良くないので、そういった意味では、まあ、本当に戦争になる可能性が日本に住むよりはもう何十倍も何百倍もあるっていうことだけ頭に入れておいていただければ、まあ、こんなはずじゃなかったっていうことを避けれるんじゃないかなというふうに思います。ということで本日は動画を最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。また普段の様子は Twitter でつぶやいておりますので、よかったらフォローのほどよろしくお願いします。では改めまして本日は最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。